一時打ちマリア2曲目もう一度これも大好き。
ねという歌詞があるんですけれども、それ、そういう気持ちでまあ始めたんですね、このチャンネルをもう一度ねえ、輝いていた頃の私、再び戻って擦れ違いの愛で失った言葉がもうすぐきっと蘇るから、このまま離れずに、ねえ、いい曲ですねね、すごいいい曲だなと思って、なんかいろいろと自分の心境に当てはまるような曲で、いつもぐっときてしまいます。ね、これね、奈々さんが歌われてましたね。いつも奈々さんもありがとうございます。すごい嬉しいコメント、いつも本当にありがとうございます。ね、パワフルにね、これ歌っていらして、それも割と最近聞いて、ね、またね、思い出しました。もう一度歌ってみました。蘇りたいですね。だいぶ蘇ってきたかなと思うんですけども、8割くらいでしょうかね。だいぶ頑張ってますね。そう、再び戻ってなんだけれども、そうですね。戻るというか、もうなんか、一皮、二皮抜けて、ね、神聖プリンセスになりたいですね。昔の方がもちろんね、どうしてもね、やっぱり若くて可愛くてっていう感じではあると思うんですけども、やっぱ年を重ねたので、それからいろいろショックなこともあったので、自分的にはね、皆さんからはすごくね、いつも若く見えるとかね、本当に嬉しいお言葉をいただいて、本当に、ね、そう言われるとね、その細胞が本当若返る感じがして、本当にありがたいんですけども、自分的にはいろいろ大変なことがあったので、母のことでショックがあったりもしたのでね、なんとなくこう、変化も感じてはいるんですけども、まあね、年齢的にまあ当然のことだとは思うんですが、まあ、その精神的なことも相まって、なのでどうしてもその、まあ、若さっていう観点から見るとね、やっぱり昔の写真とか見るとやっぱりね、まあ、綺麗だなと思うんですね。やっぱり昔の写真の方がどう見てもやっぱり綺麗だなと思ってピチピチしてるって思っちゃうんですけども、輝いてると思ってしまうんですけども、でも私もまあ今ねこうやって YouTube 始めることになっていろんなことがあって、まあ、いろんなことっていうか、まあ、母のことがあって YouTube 始めることになって、輝いた自分を取り戻したいって思って始めたんですけれどもね、でもなんか皆さんにね喜んでいただけてるから、なんかやりがいを感じているし、自分のリハビリチャンネルみたいな感じで始めたんですけども、皆さんの心にもね寄り添えてることも嬉しくて、またそのコール&レスポンスでねみんなが嬉しいコメントくれるから、それに伴って自分もやる気が出たり、自分もまだまだね捨てたものじゃないかなとかまだ飛べるかもしれない、まだいけるかもしれないっていうそうですね、心を蘇らせていただいてる、年齢は遡れないけれども心を蘇らせていただいて、また神聖チューリプリンセスとなってね、前にはない前とまた違う前ではない輝きと深みを増した女性になれるようにこれからやっていきたいななんて思っています。なのでいつも本当に私をね励まして喜ばせてくださる
皆さんのねお気持ち、すごいストレートなコメントとか、すごくキュンキュンとなるコメントとか、ほっこりじんとさせてくれるコメントとかね、親しみを持って声をかけてくださったり、いろいろと皆さんね個性とかキャラクターは違うんですけれども、すごく親しみを感じております。ありがとうございました。チューリップリンセスでした。もう一度でした。